箱根ランナーが教える娘さんにやっておけばいいストレッチについて話していきたいと思います。どうも、リバランの高田です。皆さん、お久しぶりです。ということで、最近ちょっと動画仕事の方が忙しくて言い訳なんですけど、上げれてなくて、で、初心に帰って、もう純粋にもう皆さんが見たいというか、リクエストを今実はインスタの方で募集してまして、ちょっと出たものに、まあ純粋にもうちょっと答えていくような動画をこれから出していこうかなと思います。2日に1回もう決めました。2日に1回これから上げていきたいと思います。ということで、今日はストレッチ、箱根ランナーが教えるこれさえやっとけばいいストレッチについて、動画出していきたいと思います。で、そもそもストレッチって何のためにやるかっていうと、まあ、可動域を広げるためにやるんですよね。足が例えば45度しか開かない走りと、足がこう90度まで開くものだったら、45度しか開かない人はもうこの角度で衝撃をどうにか吸収しようとして厳しくなっちゃうんですけど、90度まであったらもうその分こう可動域が広いので吸収しっかりとできると、結果的に怪我のリスクを減らしたりとか、あとは体の使い方がうまくなる、それが競技力につながるっていう、ちゃんとした目的意識を持って、まあ、今日やっていただきたいんですけど、もうやるのは2つ。まず1つ目、ハムスト。多分皆さん結構硬い人多いと思うんですよね、ハムスト。ここで、ここハムストのストレッチから、ぜひ皆さんも一緒に、もうこれストレッチパワーみたいな、これでちょっと10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ハイナハムスト。はい。で、2つ目が上半身。これ結構やってない人多いと思うんですけど、これ上半身硬くなっちゃうと、まあ、呼吸が浅くなっちゃって疲れやすくなっちゃう。だから上半身をほぐすストレッチいきます。四つん這いになって手を頭の後ろに置いて開ける。10回いきます。これでちゃんと胸、胸郭を広げる。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。よっしゃ。余談なんですけど、僕はその大学の高地合宿ってあるじゃないですか。高いところに行って酸素が薄いところで走る。あの時にやっぱりどうしても酸素が薄いからめちゃくちゃこう呼吸筋が張るんですよね、肺が。頑張って呼吸しようみたいな。で、結果的に上半身が硬くなって全然走れない。キロ後のジョグがめちゃくちゃしんどい時があって、その時に治療院の先生に言われたのが、もう上半身ガチガチだねみたいな。結果その時、針治療を受けたんですけど、下半身受けずに全部上半身で、まあ、1時間終わるみたいな、針全部上半身打たれるみたいなことがあったので、もしこの上半身のケアしてない人はそれが原因で肺、まあ、酸素呼吸がきつくなってたりとか、上半身が硬くなって走りが悪くなってる人ももしかしたらいるかもしれないので、ぜひちょっと上半身ほぐすっていうのを挑戦してみてください。もしこのちょっとストレッチが好評だったら、ちょっと次もやろうかなと思うので、はい、第2弾ぜひ、乞うご期待で。で、あと、見たい動画とかありましたら、インスタの方で、どんな動画見たいですかっていうのをあげるので、では、2日後もお楽しみに。ではまた。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。これからもいろんなことに挑戦していきます。
リバティ。久しぶりの動画ちょっと緊張するな。